バトラ、見て見て、これが狼と羊のパズル。うん。なんだよ、その本は。狼と羊のパズル？どれどれ。狼と羊よね。一台のボートを使って対岸まで連れてくパズルなの。ああ、そんなルールのゲームを聞いたことあるな。これはそれの狼と羊バージョンなのか。
使用人の皆さん、郷田さんが食器を洗いに厨房に戻ります。念のためです。皆さんも同行してください。皆さん申し訳ありません。団体行動で参りましょう。社の熊沢、行くぞ。はいはい、ただいま。それではジョージさん、一度失礼いたします。うん、気をつけて。あ、ローザおばさん、僕も一緒に行っていいかな。ごめんなさい。ジョージ君は残ってくれるかしら。ちょっとお話ししたいことがあるの。そうですか、シャノン、ごめん。とにかく気をつけて、一人にならないでね。はい。南條先生、すみません、ちょっとご相談が。はい、何ですかな。わかりました。参りましょう。ええ。よろしくお願いしますね。みんな聞いて、これで今ここにいるのは、後ろ宮の人間だけね。ん？確かに、そうなりますね。狼を全部追い出したってことっすか、ローザおばさん。バトラ君は頭の回転が早いのね。賢い子は好きよ、話が早いの。おお、バトラ頭いい？これ解ける？64ページの難しいの。おお。マリアは少しの間テレビを見ていなさい。ママはバトラ君たちとお話があるの。おお。ローザおばさん、パズルの話はバトラ君に聞いたよ。用心深いのは悪いことじゃないと思うけど、さすがに疑り深すぎるのもどうかと思うよ。真の犯人がベアトリーチェかどうかは別にして、少なくとも使用人たちがその一味であることを疑うことはできると思うの。兄さんたちが殺されていた最初の殺人、とても残酷な仕打ちがされていたわよね。あれが一人でできる真似に見える。謎の来客、ベアトリーチェ様が夜鍋をしてチクチクやったのかもしれねえぜ。ジェシカちゃんの部屋の扉をめぐるマスターキンの件は、使用人の誰かが関わっている証拠じゃない。うん、チェス盤をひっくり返すぜ。おかしいよ、ローザおばさん。なんで犯人はジェシカを殺した後、わざわざ施錠したんだ。施錠すればマスターキーの持ち主が疑われるのは必然。わざわざ施錠する必要がないぜ。そうだよ、バトラ君の言う通りだ。わざわざ疑われるようなことをする理由がない。うん、それは面白い考えよね。もちろん私もそれは考えた。だとしたら、施錠した人物は使用人を疑わせたくて、マスターキーなしであの扉を閉めた。でもそれは不可能。マスターキーを使わずに閉める方法がない。なんて、どうして言い切れるの？ルドルフ兄さんの言っていた悪魔の証明になるんじゃない？私たちには想像もつかない方法で閉められたのかもしれない。私たちに思いつかないからといって、未知のトリックがあることを否定することにはならない。そりゃそうだけどよ。つまりあれか？疑わしきは黒ってわけなのか？具体的なトリックはわからないけれど、それでも外角はわかるの。申し訳ないけど、カノン君を犯人だと仮定すると非常に簡単に説明できる。死体がない理由までね。え？だってカノン君はマスターキーを持ってなかったんですよ。他の使用人ならともかく、カノン君にだけは施錠はできなかったはず。なるほど、
それでローザおばさんはジェシカの部屋に入って早々に俺たちにクローゼットなんかを探せと言い出したわけか。ローザおばさんこそ普段の様子から想像できるより頭の回転が早いな。妹の頭の回転速度は常に姉マイナス1よ。今は誰にも気を使う必要がないからせいせいするわ。ごめん。僕にも分かるように説明してほしいな。カノン君のマスターキーはジェシカちゃんのポケットに入って密室に閉じ込められていた。施錠した後に部屋の外からポケットに入れるなんてゲートは不可能なはず。違うんだよ、兄貴。ローザおばさんの想像しているやり方なら、このトリックはカノン君にしか使えない。そして、ジェシカのポケットにマスターキーを入れたまま、鍵なしで施錠することができる。そして、その結果として、死体もなくなることになる。どうやって?たまに言うね。簡単よ。ジョージ君だって帰宅したら施錠するでしょ?つまみをひねって、カチリとね。まさか。いや、でも、カノン君の姿はどこにも。兄貴にもピンと来たみてえだな。ローザおばさんが室内を探したのはそういうことだ。内側から鍵を閉め、ジェシカのポケットに鍵を突っ込んだカノン君が、どこかに隠れて、俺たちをやり過ごそうとしているのを探したんだ。私たちはあの部屋を探したけれど、何も見つけられなかった。でも、だからといって、あの部屋に使用人たちしか知らない、秘密の隠し通路のようなものがないとは言えない。それがどこに隠されていたかはわからないけれど、その隠し通路を仮定し、推理することで、彼しかありえないと断言できるのよ。その推理はよ、俺も一番最初に考えた。一番嫌な推理だから。一番最初にその可能性を潰したかった。カノンはこの部屋で殺された。であろう?そなたはカノンが犯人であると疑いそうになったため、真っ先にその可能性を潰すために、これを復唱させたのだ。わかっておる、わかっておる。だから、その次に考えたのはこうだった。あの部屋にいたのは実は三人だったという説だ。ジェシカとカノン君は被害者。そして、犯人である来客ベアトリーチェも一緒にいた。という考えだ。そなたは、人間であるわらわが、魔法を使わずに犯行を行ったことにしたいのだったな。なるほど。そなたにぴったりの陳説であるぞ。お前は二人を殺し、内側から施錠した。そして、カノン君の死体を担いで、普通の人は気づかない秘密の方法、つまり、隠し扉を使って部屋から脱出したんだと読んだ。しかし、お前に赤で言われちまった。あの部屋に隠し扉の類はないってな。お前たちの知らない秘密の通路は存在せぬぞ。ノックスだったかバンダインだったか。何でもミステリーには秘密の通路があってはいけないらしい。そのお作法にわらわも従ったということよ。つまり名探偵は部屋を調べ尽くさずして隠し通路がないと断言できるわけだ。人間の推理ごっことはなんとお気楽なものよの。くそ、でけえこと言いやがるぜ。ありがとよ、魔女様のお取り計らいのおかげで俺も部屋を探し尽くさずにあの部屋に隠し扉がないと断言できるぜ。この部屋に隠し扉はない。扉と窓以外に出入りする方法はない。ってことはよ、今ローザおばさんがぶってる自信満々の仮説は間違ってるってわけだ。しかも悔しいことに、この仮説は反証不能だ。魔女の隠し扉はないと断言すれば、それで決着する。しかし人間の俺は、ローザおばさんにそれを反論しても、
受け入れられないだろう。隠し扉がないことを人間は証明できない。悪魔の証明になっちまう。くそ、魔女ってのは便利だな。そんな、あるかないかもわからない隠し扉を理由にカノン君を犯人呼ばわりするなんて、僕は納得できないな。納得できない。